GVFS は GNOME デスクトップの仮想ファイルシステムで SFTP、FTP、WebDAV、SMB We、SM OBEX などを経由した、リモートデータと DEV を経由した、ローカルデータへのアクセスを容易にする。アタッチされたリソースは URI で参照できるようになり、例えば SMB、サーバー01、画面型とか FTP コロンスラッシュスラッシュユーザーネーム、 パスワード ftp.example.net スラッシュパブリック html となる。また、従来と同様のマウントを GVFS 配下に行うこともでき、PazX 標準のコマンドや i、O を使った古いアプリケーションからも利用できる。GVFS はヒューズを使い、従来のノームベフスの代替を意図したものである。アプリケーションがロードする字をサポートした共有ライブラリーと、 相互の通信や D バス上のジオモジュールとの通信を行う各種デーモンで構成される GVFS 本体からなる。2010年12月現在、登録された113の GNOME コンポーネントのうち107がジオに移植され GVFS の URI をサポートしている。また GVFS マウント、GVFS レスなど GVFS リソースに対して機能する。 コマンドラインのユーティリティ群もある。ありがとうございます。